はい、皆さんこんにちは、ともきです。今日はですね、告知の動画になるんですけれども、前々回の動画でお伝えしていたクラウドファンディングがプロジェクトいろいろ申請して修正とかもして、やっと審査が通ったので公開できることになりました。で、この動画を公開しているこの時間、8時だと思うんですけど、8時から公開してクラウドファンディングができるようになっております。で、今日はまあその告知と、あとまあそのリターンについて、お返しについての、内容を説明していけたらなと思っております。はい、じゃあ早速ちょっと説明していきますね。で、まあ、支援額がいくつかあって、1,2,3,4,5,6 種類あるんですけれども、順番に、支援額が低い方からお伝えしていきたいと思います。で、支援額の一番低いのがまず3000円からなんですけれども、まあ、一応この支援額というかそのお返しについてはちょっとまあ様子見ながら、まあ追加とかもできるので、後々様子見て追加していこうかなとは思ってるんですけど、あと一番低いのが今の時点では3000円でお礼状で、これはちょっとメールで、お返しする形になるんですけれども、一応皆さんどの方も支援していただいた方はメールアドレスを教えていただくという形になってます。じゃないと誰から支援されたかもわからないので、お返しもできないので、なので、メールアドレスを教えていただく形になるんですけれども、まあ、全然どのメールアドレスでも大丈夫です。携帯でもいいし Gmail とかでもいいんですけど、まあ、そこから、ご支援いただいた方にメールでお礼を送る形になっております。で、次が支援額5000円なんですけれども、こちらは、メッセージを動画で送りいたします。で、まあ、その多分ね、動画にすると、まあ、限定公開っていう形で、YouTube に上げて、でその見れる専用の URL リンクをメールで送るっていう形で考えてます。で、それを見ていただけたら、その限定のお礼の動画っていうのが見れるようになってます。お礼のメッセージが動画のタイプ、5000円のご支援からは動画の最後に、まあ、スペシャルサンクスみたいな感じで、支援していただいた方の名前を載せようかなと思っております。まあ、これはご希望であればという形なので、載せてほしくないよという方はおっしゃっていただければそのようにすることもできます。でもちろんニックネームなどで大丈夫なので、まあ、載せてもいいよという方がいたらぜひ教えていただければなと思います。5000円からのご支援、5000円、1万円、2万円、3万円と、あと5万円ですねに関しては全部、このスペシャルサンクスの、お返しっていうのは全部ついてます。まあ、オプション的な感じなので、ご希望であればっていうことの感じなので、まあマストではないです。なので、教えていただける方、載せてもいい方はニックネームでもいいし、お名前というか名字とかでもいいので、名字だとね、多分ね、被っちゃうとは思うんですけど、教えていただければと思います。次が支援額1万円、こちらは僕が直筆でお礼のお手紙をお送りいたします。なので、こちらに関しては、まあ、ご住所送ってもいいよっていう住所を、教えていただける方のみになるんですけれども、僕が直筆でお手紙をお書きしてお礼状をお返しいたします。で、次が支援額2万円、こっちからがまあ実際のレッスンになってくるんですけれども、オンラインメイクレッスンになります。こちらはまあ、オンラインでの対応になるので、まあ、僕がこういうカメラ越しに対応する感じになるんですけど、まあ、お客様も、画面越し、全然だ、iPad とかパソコンとか携帯何でもいいです。ご自身の顔を映せるものをご用意していただいて、通信環境があってっていうのがあればできるので、そこでレッスンしていく形になります。はい、で次3万円が、オンラインメイクレッスンとオフライン対面のメイクレッスンが1回ずつになります。で、オンラインメイクレッスンは先ほどと同様に、画面越しでの対応になるんですけれども、もしオフライン対面が難しいよっていう方は、オンライン2回でも大丈夫です。で、オフラインの場合は東京、沖縄、あと大阪でやろうかなって考えてるんですけど、東京と大阪の場合はもう僕がそっちに行く期間に6名以上集まれば開催できますので、そこはちょっとご了承いただければなと思います。どうしても交通費とか、まあ、僕がそこに行ってる間の宿泊費とかの兼ね合いもあるので、6名以上いる場合は開催可能になってます。で、お友達同士でやりたいよっていう方ももちろんそうですし、まあ、一人で あまり人に見られたくないなっていう方も全然大丈夫なので、はい、ご安心いただければと思います。
で、次が、支援額5万円になるんですけれども、こちらはオンラインメイクレッスン2回と対面のオフラインメイクレッスンが1回になります。でこちらもさっきのと同様にオフライン対面が難しいよって方はオンラインメイクレッスン4回でも大丈夫です。オフラインは先ほどと同様にこれも、東京大阪あと沖縄なんですけど、東京大阪の場合は6名以上いた場合、開催可能という形になってます。はい、まあ急ぎでっていう場合はちょっと難しいかもしれないんですけれども、その6名集まるまで待ってもいいよっていう場合は、まあ、6名集まり次第その時に対面でのレッスンをすることもできますので、まあ、そこはね、スケジュール調整しながらできればなと思っておりますという形で、リターンが全部で、6種類かなございます。で、これのスタートが、まあ、今日の8時からになるんですけれども、終了が12月25日の23時59分59秒なので、まあ、クリスマスが終わるまでっていう感じになります。まあ、なんとなくクリスマスに設定したんだけですけど、まあ、特に意味はないので、まあ、最後にクリスマスプレゼントくれてもいいよという方はぜひぜひご支援いただければと思います。で一応このプロジェクトのページに詳細書いてあるんですけれども、そのスケジュールとかですかね、載せてるので、一応これが12月25日にプロジェクト終了して、で、1月末ぐらいに、このご支援いただいたお金っていうのが僕の方に振り込まれる形になります。で2月の初旬にその振り込みされたお金を確認してから、コスメだったりとか機器類っていうのを購入する形になります。でその2月の下旬ぐらいからオンラインとオフラインのメイクレッスン開始できるかなと思うので、まあ、その点ですね、メールでちょっとご連絡取りながらスケジュール調整ができたらなと思っております。もしご質問とかがあればこちらの動画のコメントでもいいですし、プロジェクトページの中で僕にメッセージを送ることもできるので、そこからでも大丈夫です。でお支払い方法が、まあ、僕が使ってるこのプラットフォームがキャンプファイヤーっていうクラウドファンディングのプラットフォームになるんですけれども、現在対応している支払い方法がクレジットカード、ただプリペイド式とかデビットカードは対応してないみたいです。であとはコンビニ払い、銀行振込、あとキャリア決済ですね、 au 簡単決済、ソフトバンク、あと y モバイルまとめて支払い、ドコモ払い、あとファミペイ、ペイパル、楽天ペイ、ペイペイ、au ペイなどなどとなっております。なので、まあ、クレジットカード持ってないよっていう方でも一応ご利用いただけるようになっているので、まあ、もしご興味がある方はぜひぜひご支援いただければと思います。こんな感じでバーッとざっと説明したんですけど、もしなんかこれはどうなのとか、まあ、ご質問あれば簡単に全然もう何でもいいです。こちらのコメントでもいいし、まあ、SNS の DM とかでもいいし、もしくはね、プロジェクトページのメッセージ機能があるので、そちらから送っていただいても大丈夫です。はい、じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。